どうもアヌビスです。今回も4年以上仕事や YouTube でデジタルやアナログのイラストを描き続けている僕がイラストを描くという視点から下書き用の使いやすいシャーペンを求めて画材レビューしていきたいと思います。今回のシャーペンはカベコペンシルスペシャル、こちらは 0.5 ミリのものです。動画の流れはこちらです。まずはペンシルスペシャルの特徴ということで価格や基本的な情報を見ていきます。次にペンシルスペシャルを購入した理由について、その次に使用した感想です。実際使ってみて良かったところや気になったところを解説していきます。最後にペンシルスペシャルをイラストを描く視点から考える、ペンシルスペシャルでイラストを描いてみて使い心地はどうだったのか、僕のお気に入りのグラフギア1000と比較してどうだったのかを解説していきます。本題に入る前に、このチャンネルでは私アヌビスと相方のヒロニーの2人で漫画やアニメのキャラクターの描き方や画材紹介などを投稿していますので、興味がある方は今のうちにチャンネル登録お願いします。カベコペンシルスペシャルは1883年創業、一度廃業するも1994年に蘇ったドイツの筆記具メーカーカベコから発売されています。価格はなんと税込み5500円。これだけ高価なシャーペンにもかかわらず、世界中で人気の秘密はこのシャーペンのオリジナリティ、存在そのものにあります。一目でカベコとわかる他のシャーペンとは異なる形状、レトロ感あふれるデザイン、この特徴的な八角形のアルミニウム製のボディは1930年代の事務用ペンシルをイメージしてデザインされています。クリップはなく、クリップが必要な方に向けて別売りで販売されています。クロームメッキ仕上げで高級感あふれるクリップになっています。クリップをご購入の際は別シリーズのものと間違わないようによく確認して購入してください。カベコペンシルスペシャルの質量は 15.2g、 全長 140mm、 直径は 9.8mm、 ガイドパイプは 2mm で筆圧に強く、芯を送り出すチャックは金属製です。ノック部分は大きくカベコのロゴが刻印されており、非常に高級感があります。消しゴムもついていますね。これ口金部分をバラしていて気づいたんですが、口金とノック部になんとオーリングが使用されています。このゴムですね、これは使用していくうちに自然と口金が緩むことがないように使用時のガタつきを軽減するために採用されたものだと思います。このように細かな配慮、品質の高さが人気の理由なのでしょう。カベコペンシルスペシャルは動画の説明欄に商品リンクを貼っておきます。カベコペンシルスペシャルは1本5500円という高額ながらも一目惚れで購入しました。その理由は、僕がイラスト下書き用のシャーペンに一番求めているもの、描いている際にクリップが手に当たらないという条件をクリアしていると一目で分かったからです。クリップがついていませんからね。ちょうどクリップがないシャーペンを探していたので、まさに僕にとって理想的なシャーペンでした。実はこちらのシャーペンも購入して数ヶ月経過していて、もう早く開封したくてワクワクしながら撮影できる日を心待ちにしていました。カベコペンシルスペシャルは文房具が好きな方から絶大な支持を集めていて、紙シャーペンと言われているものなので自然と期待は高まります。果たして本当に紙シャーペンと言われるだけのことはあるのか、またイラストを描くにも適しているのか、これから解説していきます。最初に良かった点ですが、カベコペンシルスペシャルを手に取ってまず感じたのは、想像していたよりもかなり持ちやすい。グリップ部に特別な加工を施しているわけでもありませんが、この八角形の軸はやはりこのままがベストなんでしょうね。しかも金属なのに汗をかいてもなぜか滑りにくい。滑りやすくて持ちにくそうだなと思っていたのに、ここでも僕の想像の上を超えていきました。そしてノック感が素晴らしく気持ちいいです。
ヘッドも大型でノックしやすく、このジャキジャキというノックの感覚が気持ちよくて病みつきになります。あと重さなんですが、最初に持った時はグラフギア1000と同じぐらいの重さに感じたんですが、実際に測ってみるとグラフギア1000の 20.3g に対してペンシルスペシャルはなんと 15.2g、 グラフギア1000よりも 5g ほど軽いのには驚きました。軸が太めだからなのか重く感じたのは不思議です。もしかしたら1本5500円もするので、その高級感から重く感じているのかもしれませんね。次に文字を書いてみた感想ですが、僕はこんなに滑らかな書き心地のシャーペンを他に知りません。めちゃくちゃ滑らか。文房具好きの方々が紙シャーペンと口を揃えて言うだけのことはあります。確かに素晴らしい。次に気になる点ですが、レビューする前は厳しめに見て気になったところを上げていくつもりでしたが、あまり見つからないんですよね。強いて言うなら指紋がつきやすいなということと、クリップがないからよく転がるということ。これくらいです。まあ転がりやすいのは別売りのクリップをつければ解決しますが、あとこれはシャーペン自体のことではありませんが、 Amazon の商品ページを見た時に思ったんですが、この付属している缶のペンケース、この写真がなかったんですよ。この画像を載せた方がいいんじゃないでしょうか。これとてもおしゃれで目を引くので、この缶ケースもついているってことも見た目で分かった方がいいかなと感じました。カベコペンシルスペシャルはシンプルかつ高級感があり、レトロなデザインで見た目も美しく、文字を書く上では紙シャーペンと言えると思います。しかしやはりイラストを描くとなると気になる点が出てきました。軸の太さなんですが、実際に数字で見るとそこまで太い感じはしないのですが、八角形なのでその角の分太く感じてしまうんです。長時間イラストを描いていると指が疲れてくる上に、その角が指に当たって痛く感じてくるので、がっつりイラストを描くとなるとやはり不向きかなと感じました。クリップがないし、僕の理想にかなり近いシャーペンではあるんですが、イラストの下書き用には僕は今後使用しないと思います。あと僕のお気に入りのシャーペン、グラフギア1000との対決ですが、イラストを描くにはグラフギア1000、文字を書くにはカベコペンシルスペシャルという結果になりました。今までずっと文字を書くのもイラストを書くのもグラフギア1000だったのですが、今回その位置づけが初めて覆りました。今回紹介したカベコペンシルスペシャルは本当に文字を書くのが楽しくなる素晴らしいシャーペンです。価格は高いですが、高いだけのことはあります。こういう素晴らしいシャーペンは今後もずっとメインで使い続けていくと思いますし、経年劣化してもその風合いをも楽しめるシャーペンなのではないでしょうか。カベコペンシルスペシャルは本当に紙シャーペンでした。今後もイラストの下書き用に使いやすいシャーペンを追求していきますので、この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それでは今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。